はようございます。おはようございます。あ、お世話になります。フレッシャーズの加藤です。はい、私も行きます。45分50分今、はい、行きます。あ、はい、この開口、今5時ぐらい来てるんですけど、はい、この開口診断が収まるので、はいはい、うん、それぐらいですかね。上まだあと5分かかるかな。まだはいかないけど、あと3日以上は、すみません。あ、失礼します。はい、お願いします。はい、何かあったら電話とか、はい、来てください。失礼します。まあ、チラシで広告で間取り、あの不動産の広告だったり、間取りを見ることが好きで、図面、その図面を見て、なんだろう、ここにベッドを置いたりとか、そういうのを、あの中学ぐらいから結構想像で自分が住んだらっていうので、あの考えることも好きでしたね。まあ直接ではないけど、まあ、ずっとこう3年近く見てきて、すごく明るくなったなって。そうですね、明るくて活発だし、で楽しいんじゃないかなっていう気はしてますけどね。まあ、彼女、ね、結構独特な雰囲気と個性が強い、強いとは思うんですけど、まあ、でもそれも仕事に生かして生かせるところもあると思うし、ちょっと社会人としてもうちょっとっていうところも当然ありますけど、これからそういうところは直していこうと。多分今本人直接聞いたことはないんですけど、多分仕事が少し面白みが分かってきたんじゃないかなっていう。あ、じゃあすみません、じゃ昨日無事観光しまして、はい、良かったです。で、この洗面所の方ですね。はい、ありがとうございます。まあ、リフォームはいろんな工事、新築はきっと限られてるじゃないですかね。リフォームはトイレ交換、キッチン交換、フレッシュハウスは外光も外壁も塗装だったり、いろんな工事に関われることで、いろんな方々、職人さんにもお会いできますし、いろんなことをお仕事の中でも吸収できるなと思いまして、この道に進みました。で、ここに置いてあるのがサッシビスかな。あ、はい、はい、中の、はい、はい、大丈夫です。去年に比べれば全然変わったんじゃないかなと思うけど、良くなった、良くなったっていうか、なんかなよなよ感がなくなったかなみたいなそんな気はする。そうですね、まあ、うん、このまんま行けばね、全然もっと変わってくのかなと思う、うん、期待大です。乗りました。目標は、まあ、お客様と初めてお会いする時からもうこの人に任せて大丈夫だ、安心だって思ってもらえるリフォームプランナーになりたいですし、お客様に寄り添いられる大人なプランナーになりたいと思います。明日10時。明日10時、はい、はい。
失礼します。お疲れ様です。